YouTube 体大学。どうも、 YouTube 体大学の井上俊平です。今日も皆さん一緒に体の勉強をしていきましょう。今日紹介するのは宇宙一簡単な猫背改善ストレッチです。すごく簡単なストレッチを2個やるだけで猫背がどんどん良くなってくるというものを紹介していきたいと思います。では早速いきます。1つ目、猫背になる原因は胸の前の筋肉が固まっているからです。この筋肉を簡単にほぐす方法を紹介していきます。ご自宅の壁とかですね、あとドアのこの縁とかを使って手をまずこのように当ててください。この状態で少し体を開いていくと胸の筋肉が伸びる感じを感じると思います。この状態でキープするというストレッチはよく紹介されているんですが、ここから手を大きく上下上下こうやって動かしていきます。こうするとですね、胸の筋肉がまんべんなく伸びていきます。この位置1箇所だとこの辺しか伸びないんですけど、胸の筋肉って大きいんですね。なので上から下までまんべんなく伸ばすためにこういう形で30秒間、これを両方ともやってみてください。逆側も同じようにこうで、こういう感じですね。手を固定しておくというのがポイントになります。まずこれ30秒間いきます。猫背ってここ伸ばすだけだと絶対治っていかないんですね。伸ばした後今度は背中の筋肉を鍛えてあげる必要があります。背中の筋肉を鍛えるとここの筋肉が引っ張ってくれて、で胸が腫れていきます。ここ伸ばすだけだとね、後ろに引っ張る力が弱いんでまだ猫背治らない。背中の筋肉の鍛え方、今度はうつ伏せで寝転がってもらって手のひらを地面につけます。この状態で手は地面につけたまま肩甲骨をぐっと寄せます。ここで3秒ストップ。1、2、3、1、2、3、1、2、3、これを繰り返すだけです。注意点は目線を地面に向けとくことで、肩甲骨をぐーっとできる限り寄せること、これだけです。これを行うことによって前が柔らかくて後ろが強いという猫背を直すポジションになっていきます。皆さんぜひこの2つ毎日続けてみてください。このエクササイズは、10回の2セットぐらいね、家でやってもらえばいいです。毎日5分もやれば十分時間足りると思いますから、猫背で悩んでる方は試してみてください。ではこれで終わります。来週どうぞ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルで体リテラシーが上がったよという方はチャンネル登録、高評価、グッドボタンをお願いします。また SNS でも健康情報を随時配信しております。そちらも合わせて登録してください。大臣どうぞ。